gotta tell you something I could do。ボンジュール、トゥルモン、コモサワ、サキです。まぁ、ちょっと喉が寝てるので小さく喋りますね。今週末はセドの家族と一緒にファミリートリップに行ってきます。サンジェルという場所のビラを借りて2泊3日で過ごしてきます。行ってきます。下のお部屋にしてもらいました。目の前がプール。夜まだ喉が夜泣きするのですぐに行けるように下にしました。で、あとはバスルームもついて大きいお風呂も。2階は部屋が1個あってもう1つシャワールームがあって、あともう一つ部屋があります。こちらはキッチンです。めっちゃ広い。ビデオです。なんで怖いの？椅子に入る。もう終わりだよ。ノノがやったみたい。めっちゃ貴重ね。週末の海めっちゃ混みでございます。夕日めっちゃ綺麗。遊び大好きマン。What's it like to hold the same way? Tells you that you are the one thing. It's midnight, oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name. I'm running out of time. I wish it felt.手にこの中入れてあげたらじゃん。
マミー、マミー、パピー、ヤッホー、チワ。これ置いとけば。部屋からの景色めっちゃ綺麗。いたひねなのこっちにひねほら見てあたっぽいしたでしょはい、というわけで2泊3日のファミリートリップに行ってきました。なんだかすごくあっという間でした。今回泊まったヴィラがすごく良くて、次に私の両親が来た時はそこにみんなで泊まろうかなと勝手に計画してます。いつ来れるのって感じだけど、ののもとっても楽しかったみたいで、はしゃぎすぎた私たち家族は帰ってきてから3人で風邪気味でございます。私も今すっごい鼻声なんだけど、鼻水はもう止まってもうでも治るかなっていう感じです。リユニオンにはあんな感じの素敵なヴィラがたくさんあるので、コロナが落ち着いてみんなが旅行できるようになったらぜひリユニオンに来てみてください。ちょっと遠いけどね。はい、というわけでこの動画面白かったと思ったらぜひいいねボタンをお願いします。チャンネル登録もぜひお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アビアントバイバーイ、バーイ。